くるみさんは自分のチャンネルを始めようと思ったきっかけは何でしたか？私は今バレエのグループに入ってるんですけど、そう、そうなんですか？すそうなんでごす、実は。ーい。今はあんまりたくさんは踊ってないけど、そのバレエのグループに入ってて、2年前、そのグループはベトナムにバレエのツアーで行きました。すごそう。ーい。いやー。で、その時はバレエのグループができたばかりで、みんなあんまり知らなかったので、そのバレエの活動をたくさんの人に知ってもらいたいなと思って、それで動画を作りました。ベトナムに行くパッキングの動画を撮ったのが一番最初です。じゃあブログみたいなの。そうですね。一番最初はそうでした。今はこうやって喋る動画が多いけど、一番最初はブログですね。そのバレエのグループはベトナムで、なんかすごくたくさんバレエのステージをやって、1万5000人の子供に無料でバレエをすご届けましーた。い。そう、すごくいい経験でした。それが一番最初ですね。それが2年前。すごい、なんかかっこいい。ありがとうございます。ね、動画を作ったのは日本語の勉強のためですか？そうです。最初は自分のためですか？そうですね。最初は他のチャンネル、このような動画を見たことがあるので、私もそうしようかと思いました。ああ、そうだったんですね。本当にすごいいい動画だと思いました。何回も言ってるけど。ありがとうございます。じゃあ、くるみさんは、すごいですね。バレエ、なんていうんですか、グループ。日本だとバレエ団って言います。団は団体っていう、そのグループっていう意味の言葉の団団ですね。体。バレエ団。入るのは難しいですよね。そうですね。その私が入ってるバレエ団は、あの時はできたばかりだったので、そんなに難しくはなかったかな？ だけど、普通は入るの難しいです。じゃあ、どうやってこのバレエ団を知りましたか？私はバレエ団のリーダーの人のツイッターでツイートを見て知りました。そう。日本のバレエ団は、バレエだけでは仕事にならないことが多くて、バレエダンサーは、バレエをと、仕事、パートタイムの仕事をしながら、バレエを踊ってる人がすごく多いです。あとは、バレエダンサーが、バレエ団に、レッスンフィーを払ってる。とか、バレエのステージをやるときに、例えば20万円のチケットを売ってねって命令されて、そう、ダンサーは20万円バレエ団に払って、バレエダンサーはそのチケットを一生懸命売ってるんですね。それってでも良くないから、変えなきゃいけない、変わらなきゃいけないねって、で、たくさんの人が今思っていて、私のいるバレエ団のリーダーもそう思っています。で、そういう悪い文化をなくすためのグループ、悪い文化をもうやらないグループを作りますっていうツイートを私は見て、すすごごくい。いいな、そう、すごくいい文そ化のなプんでロすジェね。クトに、参加したいと思って、ダイレクトメッセージを送って、そのグループに入りました。なので、すごく面白い出会いですね。
じゃあ普通の給料をもらうんですか、うんうん、今私のバレエ団は少しお給料が出ています、うん、でも本当に多くて1万円とかです、うん、でも普通の多くのバレエ団、日本のバレエ団はお給料がないところも多いです、うん、なので、うん、仕事でプロフェッショナルとして踊ってるけど、うん、お金がもらえない、アマチュアみたいな感じ、すごく良くない環境です、うん、問題が多いです。でもシンガポールも同じなんですね、うん、それは、うん、ああそうなんですね、はい、私はバレエダンサーの友達が一つしかいないんですけど、はい、でも本当にたくさんのお金を、うん、払ったのに海外にバレエを勉強しましたね、うん、でも今の仕事は本当に、うん、給料は少なくて、うん、だいぶね、そうなんですね、パッドタイム、アルバイト、アルバイトじゃなくて、うん、アルバイト、うん、バレエを教えるとか他の仕事をしなければいけないんです。あ、そうなんだ、シンガポールもそうなんですね、はい、うんうん、か、なんか知らなかったです、うんうんうん、難しいですね、うんうん、ヨーロッパとかロシアだと、うん、街の人、うん、普通の人もたくさんバレエを見に行くので、そうですね、そう、はいはい、それで、うん、ステージをやれば見に来る人がいて、うん、チケットのお金が入ってきて、はい、ちゃんと成り立つけど、うん、そう、日本には舞台を見るっていう文化があまりないから難しい、うんうん、そうですね、はい、そうです、シンガポールもあんまり、シンガポールもあまり、ね、あ、うん、そうなんですね、難しい、うんうん、そう、うん、まあそれを変えられたらいいなと思って、うん、こういうバレエのグループがあるよっていうことを知ってもらいたくて、うん、SNS を使っています。クリミさんは、うん、バレエを何歳から習いましたか？4歳からバレエを習いました。小さい、うんうん、4歳から、21歳まですごく一生懸命バレエだけをやっていました、自分の興味があった？うんうん、そうです、自分の興味がありました、自分でやりたくて、4歳の時は、うん、バレエは知らなくて最初、うん、曲がかかるとどこでも踊り出すので、うん、あ、かわいい、そうそう、うん、でもお母さんはちょっと恥ずかしかったから、うん、どこかで踊りをさせてあげようって思って、うん、ダンスのスタジオを探したら、うん、バレエ教室が近かったから、うん、バレエ教室に私を連れて行きました、うん、で私がバレエが好きになってバレエを始め、うん、じゃあ 毎日何時間も練習しましたか？うん、11歳ぐらいの時から週5回から7回ぐらいがほとんど毎日練習してました、うん、本当にたくさん練習したなって思います。うん、何か小さい頃は習い事はやりましたか？習い事っていうのは、うん、after school activity かな、英語だと多分、うん、はい、例えばスイミング、水泳とか、日本だとピアノ、あ、これは習い事って言うんですか？うん、習い事って言いますね、うん、はい、そうですね、何かやってました、はい、うんうん、くるみさんが言った水泳とピアノ、あ、はい、あ、しました、はい、正解。偶然。どうでした？好きでしたか？はい、好きだったけど、ピアノは、うん、じゃあ見たかったことありました、ね、うんうんうん、そうだったんですね、うん、練習がそういう感じがなかった、バレエは、バレエは、うんうん、バレエは、
中学生ぐらいの時に、うん、私はバレエが上手くないからやめた方がいいって思ったことはたくさんありました、うん、でもやめたいと思ったことはなかったです。うん、そういいですね、うん、じゃあ部活動もバレエなんですか？部活動は吹奏楽部っていうのに入ってました。トランペットとかクラリネットとかがいるチーム、私はフルートをやりました。でもあんまり一生懸命やらなかったからもう覚えてないけど、でも日本の部活動はもう1週間に何回もありますよね。じゃあどうやって、うん、そうです。バレエを練習時間がまだありますか？学校が3時に終わって、うん、夏だと6時半とかまで部活があって、うんうん、でその後バレエに行って夜10時とか11時まで練習して帰って寝てまた学校っていう感じでした。忙しい。なのであんまり勉強はしてなかったです。じゃあ成績、はい、成績はどうだった？成績は真ん中ぐらいでした。すごく悪いわけでもないけど、うん、よくもない、うん、普通でしたね平均点でした、うん、勉強は好きでしたか？小学校の頃は、うん、はい、うん、ああそうなんですね、うんうん、何が好きでした？はい、多分英語。ああそうなんですね、はい、英語と数学好きで。じゃあ小学校のあと、うん、中学校と高校とかはなんか、うん、日本だと、うん、国語とか英語社会を勉強するコースと数学とか理科サイエンスを勉強するコースとこうセパレート分かれるんですけど、そういうのはありました？はい、うん、アーツとサイエンス。へー、はい、アーツは英語とか、はい、地理とかそれはアーツですね。へー、アーツって呼ぶんですね、面白い、うんうんうん、どっちを選びました？あ、じゃあアーツ好き、ね、あーそうだったんだ、うん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 、へー、シンガポールも中学校高校大学っていう進み方ですか？はいはいはい、そうですね、うんうん、ああそうなんだ、うん、でも中日本は中 中学校の4年、うん、ああ長い、日本より2年間、はい、ああなるほど、ちょっと違います、うんうん、ちょっと違いますね、日本は中学3年、うん、高校3年ですね、うんうんうん、で中学校が中学校までが義務教育、うん、必ず学校に行かなきゃいけない期間ですね、はい、うん、シンガポールもそうですか？はい、ああそうなんだ、じゃあ日本より1年長いですね。高校とか大学に行く人が多いですか？うん、そうです、うん、でも、高校以外専門学校もあります。そこに行く人も多いんです、うんうんうん、じゃあ日本と本当に似てますね。日本も専門学校に行く人も多いです。じゃあくるみさんはどのようだった？高校生に。私はそうですね、高校はバレエの授業がある高校に行って、そう、ちょっと変わった高校に行って、その後留学したので、大学にはその時は行きませんでした。うん、でスイスの学校は大学でもなくて専門学校でもなくて、なんだろうあれは、うん、プライベートスクールっていうのかな、学校の授業はない、もうバレエしかないので、うんうん、私の日本での、うん、学校の歴史は高校までですね、高校で終わりです。なので高卒って呼ばれるチームですね。卒業の卒、うん、そうですね、卒業の卒です。
中卒、高卒、大卒を専門卒で呼びますね。私は高卒です。じゃあそのじゃあくるみさんが行った高校生は、うんうん、高校はあの、うんうん、学費は高いんですか？ちょっと高い。ちょっと高いです。うんうん、じゃあ親はお金持ちなんですか？そう、お金持ちじゃないです。足りない分は私のおばあちゃんが助けてくれました。お父さんお母さんそしておばあちゃんありがとうって感じ。そう、私が行った高校は、うん、国とか市がやってる高校ではなくてプライベートな学校、私立の学校なのでちょっと学費が高かったです。シンガポールはどうですか？学費は高いですか？多分特別な学校に行ったら、うんうん、あの、うんうん、このよあのバレエの学校とか、うんうん、はい、うんうんうん、ちょっと学費は高いんですね。じゃあ、国とかがやってる学校はそんなに高くない？なんか国によっては高校とか大学も無料だったりする国もありますね。そう、シンガポールは多分、ね、小学校と普通の学校は、無料、でもあっても本当にちょっと安いです。日本も同じです。旅行のお金とか学校で行く旅行のお金とかはかかるけど、あとは何だろう、給食費、そうですね、とか、給食費もそんなに高くないんですね、ちょっとです、あとは制服、制服も、制服はちょっと高いです。10万円ぐらいだったかな多分。シンガポールは制服がありますか？はい、でも高くないんですね。ああ、そうなんですね。日本の制服は本当にかっこいいし、一つのなんか日本の文化ですね。そうですね、ボタンも、学校の名前がありますよね。ああ、そうですね、学校の名前が、入ってます。日本の制服に似てますか？全然違います。ああ、そうなんだ、はい、ジャケットとかじゃない？はいはい、ないんです。へえ、もっと運動できる服？ああ、はい、それはあります。そうなんだ、Tシャツとか、そうか、ああ、もっと涼しい感じ。はい、はい、そうです。そっかそっか、へえ、制服、高校生までは制服を着てましたね、私も。くるみさんの、学校の制服が好きだった？まあまあ。です。なぜなら、ちょっと変わった制服で、たくさんの高校生が着てる制服とは少し違ったので、最初はそれがあんまり好きじゃなかったです。でも好きになった？でも好きになりました。いいですね、着てるうちに好きになりました。なんか私の通った学校はルールが少し厳しくて、ここ上のボタンも全部閉めなきゃいけない、こう全部こうピッてしなきゃいけなかったり、スカートもすごく長くしてたりとか、私が高校生の時はスカート短くするのが流行、流行ってて、短いのが可愛いって思ってたけど、私の学校は長くしなきゃいけなくてそれが嫌だったとか、そんな大したことじゃないことだけど、あとは三つ編みが嫌でした。三つ編みってこういうやつ、英語でなんて言うんだろう、わからないけど、こういうやつ、はい、こうやってテストの時とかセレモニーの時はこの三つ編みを、しなきゃいけなくて、それが嫌でした。若い時のこだわり。そうですね、日本の学校ってルールがたくさんありますよね。
うん、そうです。変なルールもたくさんあります。例えば、うんうん、もともと髪が茶色いのに黒く染めなさいって言われたりするの。意味わかんないですね。じゃあ外国人だったら、そう、一応美容院とかでこれが本当の髪の毛です染めてませんっていうなんか証明書、地毛証明書っていうんですけど、を書いてもらってそれを学校に出すらしいです。厳しい、うん、でそれって良くないよねって問題になっていて、少しずつ変わってるけど、今でも茶色いと染めただろうって言われて、黒く染めなさい、黒くしなさいって言われるかって聞きます。あとはなんだろう、ワイシャツ、そのシャツの下のアンダーウェアの色をなんか何色じゃないとダメって言われたりとか、白とか ね、うん、ちょっと変なルールですね。うん、私はエアティの先生だったの、ね、はい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 、そうですね。日本に行く前は本当に緊張して、あ、ルールがたくさんありますよね、ちょっと調べました。海外の先生たちはなんかリラックスの感じで、ですね、だから日本の先生は例えば何ですか、授業なんていうの、はいはい、ボトル、like、water bottle っていうんですか、あ、水筒、はい、教室に持ってこない。あ、そうです、そうです。授業中、はい、飲まない、はい、飲まない、飲んではいけない、ダメですね、はい、それはちょっと本当にびっくりしました。あ、そうなんですね、大変じゃない、喉が痛く、喉が渇きます。はい、はい、そうですね。確かに食べたりもダメですね。あ、キャンディーとかガムとかもダメ。確かに。あとは多分テーブルで座る、あ、はいはい、あ、そうですね、座ってはいけない、確かに、とにかく先生も大変、はい、あと日本の先生は、あ、どうぞ。多分日本人にとって当たり前なんですけど、はい、外国人、外国人にとって難しいです。覚えないといけないんです。はい、あ、そうですよね、私は小学生の時からその環境にいたので当たり前って思うけど全然違いますよね。うーん、時々授業の、アイトーキンの授業の生徒さんに日本では飲んではいけないって聞いたので飲んでもいいですかって聞かれる時があります。私は全然、あ、どうぞどうぞって感じだけど、不思議な文化ですね。最近コロナが始まってからは自分の水筒を学校に持って行ってもいいよってなった学校が多いらしい。ラッキー、よかったです。面白い。あとは日本のクラスだと生徒があんまり話さないですね。意見を言わないかも、それも不思議って言われます。静かだって言われます。学校も全然違いますね、国によって。でもくるみさん、子供の頃の、子供の時、はい、楽しかった。小学校は楽しかったです。中学校は1年ぐらい学校がすごく嫌いだった時があります。私は人と違う意見でも言うことがあったので、友達に意地悪されたりした時があって、その時はすごく学校が嫌いだったんですけど、その後いい先生に出会ってすごく学校が楽しくなりました。なので全体的には楽しかったかな。いい友達もできました。いい友達もできました。私はたくさん友達はいないけど、でも
ちゃんと自分の気持ちを言える友達ができたのですごく良かったと思います。それが大事ですね、うん、学校は楽しかったですか？はい、楽しかった。まあ同じで仲良しがいましたので、はい、楽しかった。そうですね、友達大事ですね。そうですね、今日もあっという間でしたね。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあまたこれからも日本語頑張りましょう。はい、ありがとうございます。じゃあまた会いましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。